チャット GPT で遊んでみよう。イエイイエイ。上手な絵の描き方を教えてとか。ああ、いいかもしれないね。めっちゃいい感じに答えてくれてるよね。冒険小説を3000文字で書いて、ナイフでバン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 切り倒して進んでいって、エミル研究所の歌を300文字で作詞して、新しい可愛いのを発明します。めっちゃ良くない？これめっちゃいいじゃん。これよし、じゃあ今日一はこれだね。エミル研、皆さんこんにちは。遊びで学ぶエミル研究所のエミとパパ博士です。今日は最先端 AI で遊んでみよう第3弾で、チャット GPT で遊んでみよう。イエイイエイ。で、前にお絵かきバリグッドくんやったの覚えてる？うん。お絵かきバリグッドくん。第2弾の方が楽しかった。本当？あ、第2弾の方が楽しかった。 AI で遊んでみようっていうのは2回やってて、1回目がお絵かきバリグッドくんでね。で、お絵かきバリグッドくんはステーブルディフュージョンっていう手法なんだけど、そっから派生して出てきた日本のアニメ風のワイフディフュージョンっていうのもやったね。で、あれは言葉を書いて、で、 AI が絵にしてくれるっていうシステム。よかったらその動画見てね。見てね。今日やるチャット GPT っていうのは言葉で打って言葉で返してくれるから、ちょっと子供にはまだ難しいんだけど、パパと一緒に遊んでみよう。で、最先端の AI っていうのがどうなってんのかなっていうので遊んでみよう。イエイ。うん。で、遊んで学ぶんだよね。エミル研究所はパパが科学で博士号を持っている科学技術系で、今日いないんだけど、ママがアメリカでバレリーナのプリンシパルをやっていたアート系、スティーム教育って言ったりするんだけど、最近教育で科学技術とかアートが大事だって言われているので、エミル研究所は身近にあるもので科学とか最先端の技術とかを学んだりする我が家のスティーム教育 Vlog チャンネルです。イエイ。で、面白かったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。じゃあやってみよう。え、この画面がチャット GPT の最初の画面なんだけど、うん、この前さ、ワイフディフュージョンとか立ち上げるまでいろいろ操作があって大変だったんだけど、うん、これはもう簡単。この画面でトライチャット GPT っていうボタンを押して、もう指示に従って登録すれば OK で、使えるようになった画面がこちら。この画面でちょっと下の方に今ピコピコしてるけど、うん、ここに打ち込めばできます。簡単でしょ。もう先言っちゃうけど、今日の目標は、うん、エミル研の寸劇の台本を作ることと、エミル研の歌の歌詞を作る。これを目標にしてみよう。まず最初にチャット GPT どんなものかなっていうので、ちょっといろいろ試してみよう。じゃあエミーさ、お友達って欲しくない？欲しい。じゃあ幼稚園でお友達が増えるにはどうしたらいいかって聞いてみよう。聞いてみる？優しくする。あー、そう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 。あ、いいこと言ったね今。幼稚園でお友達を増やすにはどうしたらいいか、幼稚園児にも分かるように教えて。これを打ってみよう。 GO！ あ、こんな風に出てくるの面白いでしょ。幼稚園でお友達を増やすには以下のようなことができます。他の子供たちと一緒に遊んで共通の趣味を見つける。あ、これいいね。他の子供たちに優しく接し、お話を聞く。他の子供たちに手伝ってあげる。あ、グループワークでちょっと大人だな。うん。あの、一緒に工作したりとかだね。で、よくある。遊びのアイデアを教えること。また、幼稚園では先生や保護者に助けを求めることもできます。答えがないことをバクッと聞くこともできるんだけど、ピシッと答えがわかることをやっても OK なの。で、結構話題になってるのは、こうやってコンピューターってプログラムで動くでしょ？コンピューターのプログラミングも書いてくれるんだよね。ちょっとやってみよう。エミル研の YouTube のチャンネルのページにジャンプするボタンのコードを書いてっていうのを例えばやってみると、ほら、エミ、こんな感じで本当に動くかなっていうのをちょっとやってみよう。じゃん。まあ、ちょっと前後コードがいるんだけど、ブラウザで見えるようにするとこんな感じね。で、ここを本当にクリックしてみよう。いくよ。はい。じゃじゃーん。こんな感じで、本当にエミル研の YouTube のチャンネルに飛んだね。どう？え、チョコレート上がってたの？うん。英語の勉強にも使えるねってよく書かれてる。例えば、でこの This is Pen の間違ってるところを教えてっていうのも答えてくれる。ほら、すごくない？ This is Pen は英語でこれはペンですという意味ですが、ペンは名詞なので、This is a pen のように、あを加える必要があります。そうだったよね。
あが抜けてるよって教えてくれたの。で、今までこんな感じで自然な日本語でこういうふうに答えてくれるっていうものがなかったから、今すごくこのチャット GPT が話題になってる。これすごいんだけど、これってどうなのみたいな議論になってるのは、学校の勉強のレポートにも使えちゃうよってことなの。何ですか？あ、まあそれ、そうっていうより、例えば、これから小学校に行って、で、授業で温暖化について調べましょうみたいな宿題が出たりするのに。で、みんなネットとかで調べて、自分で考えてまとめて書くんだけど、このチャット GPT に温暖化の原因は何ですかって書いたら、ドン。温暖化の原因は地球上の温度が上昇していることを指します。こんな感じで、バーって答え書いてくれてるんだよね。で、例えば、これをさ、このままコピペして、宿題、先生、できましょうって言ったら、先生も、ああ、いい文章、快適だねってなっちゃう。先生は、宿題としてちゃんと調べて、自分で考えてレポートしてねってつもりで出したのに、これ全く頭使わなくても、温暖化の原因なんですか？で、こうやってできたやつコピペしたら、宿題できちゃうんだよね。こうやっていいのかな？意味どう思う？なんでダメ？コピーしてる。そう、考えてないからね。やっぱ自分で吸収してやってほしいって思いがあるから、どうなのみたいな議論になってる。あともう一個問題があって、これ合ってんのっていう問題がある。エミーがやったのでわかる、ちょっと詳しい話ってやってみると、一個前ってさ、チョコレートやったじゃない？チョコレートを美味しく作って、で、分子の結晶構造とかちょっと学んだよね。よかったらチョコレートの動画見てね。見てね。で、その時にやったチョコレートのやり方を調べてみよう。チョコレートのテンパリングのやり方を詳しく教えて。チョコレートのテンパリングとは、チョコレートの液体状態に戻すことで正確な温度を保つことで。でね、これさ、大体 OK なんだけど、なんか最後ちょっと変なんだよね。4番で、31度から32度に温めます。で、完成したチョコレートを使用します。だから、1行飛んでる。1行って何？だって、31度から32度に温めた後、20度で冷やして固めます。だったでしょ？だから、大体 OK なんだけど、ちょっと正確に言うと、ちょっとなんか最後ちょっと違うくない？になっちゃうんだよね。だから、プログラミングとか、英語とか、AI も学習しやすくて、答えもピシッと決まるやつは、スパンと答えることができる。で、最初のお友達増やしたいみたいな、答えはないんだけど、いろんな答えがあってもいいよね、みたいなのは、いい感じの答えを出してくれる。でも、AI が学習しにくくて、で、答えが割と決まってるやつっていうのは、ちょっとまだ苦手なんだよね。まだデータが足りない。じゃあさ、上手な絵の描き方を教えてとか。ああ、いいかもしれないね。それどっちなんだろうね。聞いてみようか。じゃあ、エミーが今言ってくれた上手な絵の描き方を教えて、聞いてみよう。考え中。見てみて。絵を描くためには、基本的な構図や描き方を学ぶことが重要です。まずは筆の力や描き方、素材の選び方、基本的なことを学びましょう。次に様々な素材を使って、実践的な練習をすることが自分のスタイルを磨いていくことが大切です。また、他の作家の作品を見て学ぶことも重要です。特に好きな作家の作品を見て、そのテクニックや表現方法を真似してみるのは良い練習になります。最後に自分自身の作品を振り返りながら自分のスタイルを磨き続けることが重要です。めっちゃいい感じに答えてくれてるよね。めっちゃいい感じ。エミ、いい質問だね。こんな感じで、いい感じの答えをしてくれることもある。で、パパが思ったのは、チャット GPT って、お絵描きバリグッドくんとか、絵を描いてくれる AI もさ、答えがビシッと決まってるものっていうよりは、なんとなくこんな感じの絵を描いてほしいなっていうものの方がうまくいったよね。だから同じように、チャット GPT もこんな感じのことを作ってほしい。でも答えはこれって決まってないよっていうのがいい感じになると思っていて。だから今日やりたいなと思ってるのは、寸劇の台本を作ってもらうっていうのと、エミル犬の歌の歌詞を作ってもらう。これをやってみよう。答え決まってないでしょ？答え決まってないけど、エミル犬ってこうだよねっていうのはなんとなく決まってるよね。だから、それを AI に作ってもらおう。OK。エミル研究所は、パパとママとエミーとミーシャとルークの5人家族でやってます。なので、ちょっとミーシャとルークも入れて、いろいろ作ってみよう。じゃあエミー先に寸劇から行こっか。エミル犬の寸劇でエミーが言ってくれてたのは、パパとエミーが
悪役で、ミーシャとルークが地球防衛軍で、で、戦うんだよね。っていう寸劇やろうって言ってたよね。それの台本ちょっと作ってもらおうよ。オッケー。エミーが言ってた寸劇、マッドサイエンティストのパパゲルギと、助手の少女、エミードラコの侵略から地球を守るエミル研究所の少女、ミーシャとルークの冒険小説を3000文字で書いて、行ってみよう。エミル研究所の少女ミーシャと少年ルークは、地球を守るためにマッドサイエンティストのパパゲルゲと助手の少女エミードラコの侵略に立ち向かう冒険をする。彼らはパパゲルゲが開発した攻撃的なロボットを使って地球を襲っていることを知り、ミーシャは研究所で開発中の新しい防衛システムを使ってロボットを倒す方法を考える。ルークはパパゲルゲの研究室を訪れ、エミードラコを倒し、パパゲルゲを止めるために戦う。ミーシャは研究所から出てロボットを倒すために戦う。彼らはパパゲルゲとエミードラコを倒し、地球を救うことに成功した。ミーシャとルークは地球を守るために奮闘し、勇敢に戦ったことで人々から尊敬を受ける。尊敬って？あ、もう、すごい。ミーシャ、ルークすごいってみんなに思ってもらえたよ。これ面白いのが、冒険小説書いてって言って、パパさ、ロボットの話とか全然書いてないのに、パパゲルゲはロボットで地球を襲って、で、ミーシャはそれに対抗する防衛システムでロボットを倒す方法を考えるんだっていうのを AI が考えてくれてた。面白いね。なんかちょっと別の寸劇も考えてみよう。じゃあ、宝箱探しに行こう。あ、宝箱探しに行こうか。どこに行く?ジャングル。ジャングル?エミーはナイフを使って草木を切り倒しながら進んでいった。もうジャングルだからね。ナイフでバン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 。ナイフでバン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 切り倒して進んでいって、ミーシャは地図とコンパスを使って方向を確認しながら進んでいる。ルークは火を使って夜になったら火を囲んで寝るための用意をしながら進んでいた。すごいね。じゃあジャングルではどんな動物がいたの？ジャングルでは様々な動物が生息していることが想定されます。まあ、こんな感じでいろんな設定。歌の箇所。あ、そうね。じゃあ次、歌やってみようか。まずは、シンプルにエミル研究所の歌を300文字で作詞して、行ってみよう。エミル研では、新しい技術を開発して、未来を想像します。これ、ちょっと歌なのって感じだね。新しい可愛いのを発明します。もうなんか、エミル研究所、釈迦って感じだね。ステーブルディフュージョンとかワイフディフュージョンでもプロンプトエンジニアリングって言ったけど、 AI に指示をうまくしてあげるってことが大事なの。だからこういう歌詞だよっていうのをいっぱいね、細かく説明してあげないといけないんだよね。エミ、これいい感じだと思うの。これさ、ちゃんとさ、 A メロとかコーラスとかちゃんと分けて書いてる。コーラスって何？サビ？そうそうそう、サビの時にさ、やってみようよ、やってみようよ、本当に歌詞みたいになってて、すごいいいと思うの。で、エミル研究所の子供たちは未来をみんなで探すんだ。科学の楽しさを知って挑戦し続けるんだ。で、サビが、やってみようよ、やってみようよ。で、希望に満ち未来へ進んでいこう。やってみようよ、やってみようよ。科学の世界を探求しよう。探求しよう。宇宙から地球まで、あ、地球組やったよね。宇宙から地球まで謎を解き明かしていこう。エミーとミーシャとルートの3人、勇気を持って進んでいこう。知識は無限に広がって新しい世界が見えてくる。みんなで学び合って未来を切り開こう。やってみようよ、やってみようよ。希望に満ち未来へ進んでいこう。やってみようよ、やってみようよ。科学の世界を探求しよう。エミル研究所の子供たちは未来を探し続けるんだ。科学の楽しさを知って挑戦し続けるんだ。めっちゃ良くない？これめっちゃいいじゃん。これよし、じゃあ今日一はこれだね。今回出てきた詩、歌詞を使って今度曲作ってみたりとか、で、これに合う絵をまたステーブルディフュージョンで作ってみたりとかして、で、またショートを作ったりしてみようよ。ね。えい。イェイ。で、やってみよう。やってみようよ。やってみようよ。今日の学びは AI が割と自然に答えを返すようになってきたってことだね。いい。だから、さっきのチョコレートみたいな感じで、あんまり正確性を求めると、うん、それはちょっと間違ってるんじゃないっていうのはまだまだあるんだけど、割と自然なやりとりで答えを返すようになってきたし、最後にやったみたいに、答えはこれって決まってないんだけど、なんかいろんな組み合わせで面白いものを作ってっていうのは、結構面白いものを作ってくるなっていう感じがしてる。最後まで見てくれてありがとうございました。
面白かった人はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバイ。よっこよっこよー。